中学生にどん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 投資してた方が有意義なような気がするんですよね。非常に優秀な小中学生いますからね。ロイブルはレッツエンジョイジャーバカー。さあ今日も撮っていきたいと思いますね。この YouTube ソロバンチャンネルではですね、365日毎日、何かしらソロバン座に関連するですねイベントをやっていけるようなチャンネルを現状目指しております。ちょうどこの動画がアップされるのがですね、水曜日なんで今晩、8時ちょっと過ぎぐらいからですねまたやりますけどもね、過去のまた、イベント関係はまたこちらにリンク貼っておきますので、もし興味がある方は見ておいてください。あとですね、YouTube 側からですね、皆様のおかげで、この YouTube そろばんチャンネル、広告をつけていただいております。まあ、額は それほど大きくはないとは思いますけどね、ちょくちょく毎日、それこそ数百円ずつ、溜まっていきますので、意外に塵も積もれば、山となると、馬鹿にできない金額がありますので、そういうような資金に関してはですね、プールしておいてですね、こういうような、イベントに参加してくれた優秀な選手に何かしらのプレゼントを渡したりですね、あとは夏ぐらいを予定しますけどね、安沢愉快で宇都宮大会、自宅から本格的な、安沢対戦ができるアプリなんかで参加できるような、運営資金に回していきたいと思いますので、その考え方に、賛同していただける方はぜひチャンネル登録をお願いしますと。あとはですね、優秀なですね小中学生にですね、少し、今回のテーマなんですけどね、投資という形で、やっております。まあちょっとこの後それに関しては話すんですけども、じゃあテーマいきましょうか。元証券マン現ソロバン教室経営者の投資先とはということで、先というと一般的には株であったり不動産というようなイメージになるとは思うんですけども、ゴリ先生が考える投資先はですね、全国の小中学生にぜひぜひ、投資していきたいと思います。まあ現金を投資だから渡すというわけではなくてですね、例えば、こういうようなカメラがピンホールカメラがあるんですけども、これを、渡すことによって、ちょっとこの後レビューしますけどね、渡すことによって例えば発想力とかアイデア力、が身につくんじゃないかな。でさらに、大きくなったらですね、そのアイデア発想力をまた例えばソロバン業界に何かしらの形で返してもらえると、業界も潤うんじゃないかなと思いますし、あとは優秀な、選手でですね、なかなか全国大会、移動遠征費がやっぱり大変になってくると思うんですよね。そういうような遠征費をですね、多少なりともちょっとカバーができるような、何かしらのシステムができればなというふうに現状考えております。じゃあ早速ですね、この、ピンホールカメラのちょっとレビューをしていきたいと思うんですけど、このピンホールカメラですね、ちょうどそのイベントのリクエストの中にもありました、ありました。これちなみにこれピンホールカメラとあとは専用のフィルムかな、専用のフィルムをつけて1800ポイントで、交換していきたいと思いますので、ちなみにスイッチは3万ポイントぐらいかな、プレステ5は5万ポイントぐらいか。今プレステ5一生懸命探してるんですけどね、全然手に入らないなと思って、ただまあ5万ポイント貯まるには半年以上かかるだろうなと思いながら、半年ぐらい経てば手に入るだろうなというようなちょっと安易な考えですけどね、今頑張って探しておりますので、そのポイント制、でまあこれをポイント制の大会で出すということと、あとはうちのゴリ先生の素材を使ってですね、動画を作ってくれたスカスカポンプさんですかね、まあ、前に一度コラボさせてもらったんですけど、ちょっと彼なんかにこの、ピンホールカメラを渡すと、非常にちょっと面白い被写体を撮るんじゃないかな、面白い写真を撮ってくれるんじゃないかなと思いながら、で彼の発想力、それによって彼の発想力、アイデア能力が伸びれば、非常にいいかなと思って、彼にはそのまま送ろうと、これを送りますんでね、スカスカポンプさんは、近日中に届くと思いますから、もうしばらくお待ちください。あとですね、オンライン上で知り合ったですね、オーストラリアの、子にもですね用意しております。彼にはですね、ただ約束してるんですね、まあ Zoom でちょっと、何回かお話をしたことがあるんですけども、彼なんかは、1級手段暗算両方ともの今現状2級だということで、日本に戻った時に1級受けると、でその時に合格した暁には、プレゼントするという約束をしましたので、早速手に入れておきましたから、ぜひぜひ練習頑張ってみてください。この動画見てくれてるといいなとは思いながらです。という感じでですね、ちょっと中身見ていきましょうか。でこれすごくいいんですよ実は。まあ中身ちょっとこんなセットが、
入ってるんですけども、これ夏の自由も、まあ、もうしばらくすると、夏休みというのが少しずつ、頭の中入ってくると思うんですけども、こんな感じでキットが入ってます。これ、まあ、これプラモデルの、少し、キットですよね。あとはもうこれだけですよね。でこっちは厚紙ですかね、まあ、紙とはいえ、相当しっかりした厚紙でこういうようなキットが入っております。で組み立てお父さんとかと一緒にやるともう20分15分20分あれば多分さささっと組み立てれるんじゃないかなと、意外に、簡単なものですね。設計図もこれが B5 サイズかな、 B5 サイズの設計図が、1枚あるだけなんで、こっから始まってここまでか、こんな感じで、組み立てていくだけなんで、そんなにまあ難しくはないのかなという気がします。あとはここに、露光の目安って書いてあるんですけど、そう、なぜ夏休みの課題に使ってもらえるかなと思ったのは、昔ながらの、そう、光ですよね、自然の光を利用して、フィルムに焼き付けるのかな。ゴリ先生もちょっと詳しくわからないですけど、例えば晴れた日の、写真、雨の日の写真、曇りの日の写真、によって多分写り方、要は太陽の光が違いますからね。でそれで変化が現れると思いますから、ちょうど設計図もこうやって入ってますからね。自由研究にはもってこいじゃないかなと、カメラの仕組みを、うまく説明する自由研究なんかには持ってこいじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ、頑張ってみてください。こちらは大会のポイント制の週の、イベントの商品に1800ポイントぐらいで交換できるようにはしておきますので、またそのポイントを貯めた方はですね、ぜひ、連絡もらえれば、交換発送させてもらいます。はい、まあこのようにですね、ゴリ先生の投資先、もうまあ、当然、株式投資もしてますので、いわゆる、株に投資というのはしてるんですけども、いやいやもうそうじゃなくてですね、多分もう小中学生、にどんどん投資してた方が有意義なような気がするんですよね。非常に優秀な小中学生いますからね。そういう彼ら彼女らに投資してって、業界に、ソロバン業、大人大きくなってソロバン業界に、もっともっとパワーアップした、姿で戻ってきてもらって、その能力を発揮してもらえばですね、非常に業界は潤うんだろうなというようなイメージで、考えております。まあ仮にですね、当然ソロバン業界に戻らなかったとしても、他の業界に行ったとしてもですね、十分日本経済をしっかり、貢献してもらえる、人材に育ってもらえればなと思って、考えてやっております。はい、であとはですね、また、今後ですね、少しずつみんなが苦手としている見取り算、見取り案材にちょっと特化しながらですね、この動画、いろいろと進めていきたいと思いますので、またリクエスト等があれば、この YouTube のコメント欄に入れておいてください。あとは、いや直にメール欲しい、メールしたいという方は概要欄にうちのホームページ貼ってありますからね、そちらのお問い合わせフォームから、メールが送れるようにしておきます。あとは多分6月中にはいけると思うんですけどね、ゴリ先生に直接、ズームで話せる、30分単位ですけどね、30分回数券を、販売することにします。6枚綴りかな、30分1500円だったと思うんですけど、そちらをストアーズの方から、買えるようにします。また、そうするともうマンツーマンでズームで、保護者の方もしくは、生徒の方、あとはソロバン業界の先生でも構わないですけどね、どうやって YouTube やるんだとかいろんなこと聞いてもらっても構わないですけど、その回数券を、時間のゴリ先生の30分の時間を、使える権利を、回数券を販売します。またそちらも、正式にテスト終わったら、またこちらでお知らせしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではまたお会いしましょう。バイバイ。